こんにちは。私は現在、ADSL からプリペイドSIMカードの方の LTE 接続に切り替えて、自宅で固定回線として運用中です。LTE ルーターはメルカリで購入した L01S を使っています。購入したプリペイドSIMカードは6ヶ月版でカレンダーワールドという会社から購入しました。8月の中頃から使っているので、だいたい使って3ヶ月ぐらい経過しています。今回は利用し始めて約3ヶ月、その後どうなのかをご報告したいと思います。最初に結論をお話ししたいと思いますが、問題なしです。トラブルなどは一切なく、快適に使えています。通信速度の方なんですけれども、遅いと感じたことはないですし、最近はもう測っていないんですよね。でも今回改めてご報告するために測定してみました。まずはデスクトップパソコン、つまり有線 LAN の方での測定からです。こちらの動画をご覧ください。ではこれからデスクトップパソコンの方で有線 LAN の方の通信速度をスピードテストで測ってみたいと思います。このような結果になりました。次に iPad Pro で無線 LAN、ゴニアでつないでいるんですけれども、こちらで測定しました。動画はこちらになります。これから iPad Pro で、スピードテストで通信速度を測定したいと思います。このような結果になりました。通信速度を測定した結果はこちらです。デスクトップパソコン、有線 LAN の方ですけれども、ピング 34ms、ダウンロード速度 10.1mbps、アップロード速度 13.45mbps です。次に、無線の方、ですね、5ギガの無線 LAN の方ですけれども iPad Pro のサードジェネレーションで測定しているんですけど、ピング 24ms、 ダウンロード速度 9.43mbps、 アップロード速度 16.3mbps となっています。まあこの速度を見るとほぼ変わらないなって感じですね。無線 LAN の方が遅いかなと思ったんですけれども、ほぼ同じ感じですね。測定した時刻なんですけれども、だいたい午後4時ちょっと前ぐらいでしたかね。まああまり混雑している時間帯ではないですが、通信速度としてはちょっと遅めになっているかなって思います。多分、この測定をする前にですね、大きなデータを何度かアップロードしたために、遅くなっているんじゃないかなと思います。実際にですね、普段使っているとき、通信速度なんですけれども、速いときはとても速いです。まあ、何十メガ BPS とかですね、かなり速いときもあります。以上です。いかがでしたでしょうか。
プリペイドSIMカードを初めて利用しましたが、最初は不安でした。しかし実際に3ヶ月ぐらい使ってみて、全く問題はないですね。販売元に連絡したこともありません。まあ、何のトラブルもないんですから連絡する必要がないんですよね。私が3ヶ月前に購入したのは、Yahoo のカレンダーワールドのショップでしたが、現在そのショップでは販売されていません。カレンダーワールドの公式ショップでのみ販売されていまして、カレンダーSIMカードの大容量6ヶ月プランが現在 17,520円税込みになっています。以前私が購入した時は 16,800円税込みで、ペイペイボーナスライト672円、T ポイント168ポイントがついたので、実質で 15,960円でした。差額は1560円となっています。ただ、現在 17,520円でキャッシュレスの 5% 還元がありますので、これを考慮すると、この差額はほぼ680円になるかと思います。今使っているプリペイドSIMカードの利用ができなくなるまであと3ヶ月ちょっとなんですけれども、このまま問題がないなら、またプリペイドSIMカードでもいいかなって、今のところ思っています。プリペイドSIMカードの購入先なんですけれども、現時点では他よりも安いので、今回購入したカレンダーワールドと同じでいいかなと思っているところです。以上で、動画を終わりになります。ご視聴ありがとうございました。